それでは両院議員総会を開会いたします。最初に山口代表より挨拶があります。はい、皆さんこんにちは。本日をもって国会が閉幕となります。この通常国会、皆様のご奮闘によって多大な成果を生み出すことができたと思います。特に昨年の衆議院選挙を終えて政権合意を結び直し、そして大きな経済対策を作りました。それを実行するために昨年の暮れに令和3年度補正予算を成立させ、そして今年令和4年度の当初予算、ここでこの経済対策を完結する、そういう内容で臨んだわけであります。この予算については例年よりもはるかに早い成立を図ることができました。よって実行の体制、執行の体制も早く準備をするということに結びつき、折からの物価高等々に迅速に対応することにつながったと、このように思います。その上でできたばっかりの当初予算に対して、やはりこの物価高対応の大局的な判断から、令和4年度の補正予算、我が党が一貫してこの編成と今国会における成立、これを主張してこの成立も図ることができました。また重要な法案について、特に後ほど国対からもお話があると思いますが、政府提出の法案についてはすべて成立をさせることができましたし、また条約案件についても数多く成立をさせ、さらに議員立法についても大事なものを成立をさせることができたと思います。中でも今国会注目の重要法案と言われたのは、一つは経済安全保障を進めるための法律でありまして、これも当初のさまざまな観測意見がありましたけれども、それを乗り越えてしっかりと多数の賛成をもって、野党の一部の賛成をもって成立をさせることができました。またもう一つの重要法案でありました子ども家庭庁設置法案と、これも今日の参議院の本会議をもって最終ギリギリ成立をさせることができました。また議員立法においても、例えば我が党で積極的にリードをしてきた AV 出演の強要を規制する、そうした法案についても今日成立を図ることができました。こうした数々の重要な法案を成立をさせた、その上で確実に実行に移してまいりたいと思います。特に経済安保は現下の国際情勢の下で力による一方的な現状変更、この力は軍事力だけではありません。この経済的な面でのさまざまな資源や、あるいは特別な競争力を使って、この国際社会の円滑な経済活動を阻害するような動きというものも出てまいります。また他人の他国の成果を自国の軍事力拡大、あるいはそうした現状変更の道具として利用するというような動きもないわけではありません。そうしたものを選別し見抜きながら、自由な経済活動、貿易、これとこの国の安全、国民の安全保障を両立させる、そういう道筋を進めていく重要な法案だと、このように考えます。これからもこの足がかりをもとに、その大きな目的を達成できるように進めていきたいと、このように思います。もう一つ、子ども家庭庁等設置法案、これはもう我が党として子ども家庭庁の設置そのものを訴えてまいりましたし、また政府が縦割りの中で政策が統合されていない、
あるいは国民から見て分かりにくい、まあ、そうしたものを解消するために統一的な機関を作った上で施策を強力に推進しようという拠点になりうるものであります。これは単に政策のみならず予算を確保していくという意味でも大事な拠点に足がかりになると確信をいたします。子育て支援といえば公明党と言われるくらい数多くの実績、それは点を年代別に順次確保してきたものでありますが、これから求められるのはその点が線としてつながって国民の皆さん、特に若い世代の皆さんに見通しがつくという社会を作っていかなければなりません。公明党はこの年末までに子育て応援トータルプラン、これを策定しその実現を図ってまいります。かねてからこの少子社会トータルプランを発表して政策実現を果たしてきたと、こういう道のりを振り返りながら、この子育て応援トータルプランが子ども家庭庁の設置と相まって、あるいは子ども基本法の成立と相まって進んでいくように全力を挙げてまいりたいと、このように思います。この国会対応のと並行して特に国民生活を脅かしたのはコロナと物価高であります。コロナの対応については公明党も当初の感染発生以来、ワクチンで予防する、感染は治療薬で治すと、治癒させると、これを強力に進めてまいりました。6度の波に見舞われましたけれども、いずれも感染を減らす切り札になったのはやはりワクチン接種でありました。これからも今続いている中で3回目のワクチン接種が進むにつれて感染者の数が減ってきた、また4回目の接種も始まっている、ぜひともこの流れの中で収束へと導いてまいりたいと思いますし、これまで承認をされてきた治療薬、重症に効くもの、また重症化を防ぐもの、また軽症段階で治るもの、いろいろと承認を重ねてまいりました。なお期待されるの第3番目の飲み薬もあります。こうしたことを教訓として、これから感染症に強い国を作ると、こういう戦略の下でこのコロナの対応策を総合的に見直して次の体制を確立してまいりたいと思います。日本版 CDC を作れということもずっと訴えてまいりましたが、いよいよそのこれまでの教訓を生かして政府与党でそれを確立していくタイミングになっていると思いますので、政府の取り組みをしっかりリードしバックアップしながら目的を遂げていきたいと、このように思います。もう一つの波はウクライナ情勢、ロシアによるウクライナの侵略に端を発し、まさに力による一方的な現状変更そのものであり、これを厳しく非難するとともに、法の支配に基づく国際秩序を揺るがしてはならないと、そうした国際社会の連帯を導いて今対応しているところであります。またウクライナから避難する人々に対する人道支援、これはウクライナの隣国の支援のみならず我が国に避難して来られる方に対しても温かい手を差し伸べると、従来になかったこの外国人の避難民に対する手厚い支援を今進めているところであります。こうしたことを踏まえて、ウクライナ情勢が我が国民に影響を与えているのが物価高であります。この物価高については昨年のコロナ感染の軽減から欧米の活動が活発化しインフレが進むと、その影響がこの春先から現れているわけでありますが、ウクライナ情勢によってさらに追い打ちがかけられると、こういう状況でありました。公明党はいち早く国民生活をしっかり実情を点検をして手を打つべきであるということで総決点検本部を立ち上げ、4333件もの切実な声を聞き、また47のさまざまな団体からヒアリングを重ね、
私は幹事長自ら現場の視察をして2度にわたって政府に緊急提言をいたし、4月の27日に総合緊急対策を決めました。まずは今年度の予備費を使って緊急対策を実行するということであります。特に原油価格の高騰に由来するさまざまな燃油高騰、これに対応する補助制度を実行いたしましたし、また生活に困難を伴うご家庭の子どもを支援するという金銭給付の措置も取りました。さらには地方自治体に地方創生臨時交付金1兆円をお配りして、地方のそれぞれの特色に応じた支援策を講ずることができるように手当もしたわけであります。今そうした対応策が具体的な成果を表しつつあると思います。例えばこの燃料油ガソリンであれば、今の対応策はおおむね1リッターあたり168円程度にとどまるように補助金を出すという仕組みであり、これがおおむねその程度にとどまっているという現状でありまして、これからの対応策については補正予算にも盛り込みましたので、6月9月これで対応していけるようにしたいと思います。また学校給食、これは食材が値上がりする、それが児童の栄養や保護者の負担に偏ってはならないということで、今6月の定例会でこれが次々と成果を生んでいるわけでありますが、市町村であれば小中学校を中心にこの給食費の値上げを抑えるということ、また都道府県であれば高等学校や特別支援学校など都道府県立の学校での手当がなされると、そういうことで国民生活を守っております。また公共料金の高騰を抑える、水道料金を抑制する、あるいは画期的だったのはこの物流に携わるトラック事業者に対する支援もこの臨時交付金を使って実現をしております。いくつかの種類がやり方があると、例えばトラック1台あたりいくらという金銭給付をするものもあれば、燃油高騰で苦しむ事業者企業に金銭給付をして支援するというやり方もありますし、また環境性能の優れたトラックを入れる、あるいはこのタイヤを高性能なものに履き替える、エコタイヤに変えるなど、こういうことに支援するやり方もありますし、また燃油1リットルあたりいくらという形で支援すると、さまざまな創意工夫をしながら都道府県のレベルでも、また市区町村のレベルでも今対応が続いているところであります。こうして具体的にこの物価高騰に取り組んでいる、そして成果を生みつつあるというところをネットワークを生かしながら確認しつつ、これからに備えたいと思います。いよいよ参議院選挙を迎えることになりますが、公明党が重視したのはこの参議院選挙の前後で政治空白を生ずる中で、さらに物価高騰やあるいは災害による被害やあるいはコロナの新たな展開など、これらに政府が機動的に対応できるように補正予算を作れということでありました。一般予備費5000億円確保し、またコロナ対応とかつて言っていたものに物価高騰にも使えると、こういう予備費を5兆円確保して備えております。この空白の間にこれが使われるという事態も起こりうると、十分に予測の範囲において対応をしたいと思います。昨日岸田総理と懇談の機会がありましたが、そういう点でもこの補正予算の予備費を機動的に生かして対応していこうと、こういうことを確認したところであります。秋になればいずれ参議院選挙を経た新しい国会の構成の下で国会が開かれるようになります。その時の状況を見ながらこの秋以降の対応についても万全を期してまいりたいと、このように思います。今国会での皆様のご奮闘に改めて感謝を申し上げたいと思います。また
外交関係で、政府をバックアップをしてまいりましたが、この選挙の期間中も G7 の首脳会が開かれる予定で、またそれに続いて NATO の首脳会議も開かれます。選挙の最中ではありますが、しかしこの現下の国際情勢の下で国益を確保し、またアジアの平和と安定を導くためには、私は日本の総理大臣が出席をする必要があると、こう思います。その点で水原さんのご賛同いただければ、ぜひ与党として選挙中にもかかわらず、この重要な役割を果たしてもらいたいと、そう皆さんと認識を共有したいと思いますけど、いかがでしょうか。ご賛同の拍手をいただきましたので、岸田総理にもそのことをお伝えして頑張っていただきたいと、こうお伝えいたします。それと今国会で思っていよいよ次の参議院選挙を臨んでいくわけでありますけれども、参議院の選挙期間中にもう一つ重要な国際行事が行われます。それは核兵器禁止条約の締約国会議第1回が開かれるということであります。でそれに先立っていくつかの会議が開かれます。ここにですね、我が党から浜田雅義議員を派遣をしたいと、このように思います。で浜田議員の参加すべき会合をちなみにご紹介申し上げますと、まず ICAN 主催の市民社会フォーラムが6月の18日19日で開かれます。また核兵器の人道的影響に関する2022年ウィーン会議、これが20日に開かれます。ここは政府からも代表団を送ると、我が党からも送るべしと、そこに被爆者の代表もや学識経験者を入れるべしということを提案し、その通りの政府の対応となりましたので、この会議にも浜田さんには出席していただきたいと思っています。それともう一つ、核兵器禁止条約第1回締約国会議に伴う国会議員会議というものがあります。我が国は締約国でもありませんし、オブザーバー参加も政府は対応しませんけれども、我が党としてはオブザーバー参加を強く訴えておりますので、この国会議員の会議にはオブザーバーとして浜田さんに参加をしていただきたいと、このように思います。で、21日から23日までいよいよ締約国会議そのものが開催をされます。これも個人としてオブザーバー参加ができることになっておりますね。この4種類の会議に浜田さんに出席をしていただき、そして大事なこと、必要なことを報道できるようにしっかり参加者としても、また取材者としても、また報告者としても一人何役で、カメラマンの役割もあってもいいと思いますので、どうか浜田さん頑張っていただきたい。そしてこの国会をもって次の参議院選挙に臨まず勇退をされるという議員さんがいらっしゃいます。ご紹介したいと思います。今申し上げた浜田雅義さん、比例区で当選をして外務大臣政務官、あるいは復興副大臣を歴任し、また院にあっては総務委員長、法務委員長等で活躍をされました。また党の立場でもさまざまな部会長や中央規律委員長、またこの核廃絶推進委員会の座長としても大活躍をしました。誠に残念な惜しい気もしますけれども、今期をもって勇退ということになります。後ほど一言ずつご挨拶いただきたいと思います。もう一方、高瀬博美さん、福岡選挙区で初当選をして1期6年、務められました。
その間青年局、女性局、国際局などで活躍をし、また委員会でも予算委員会、文部科学委員会など論戦の先頭に立ち、昨日はこの内閣委員会で対総理に対して子ども家庭庁関連法案での質問をする、まさにこの答弁を飾る高瀬さんならではの立派な質疑をしていただいたと思います。こうしたことで我々はその勇退する2人の方の思いを受け継いで、これからも公明党ここにありという姿を示してまいりたいと思います。ではこの機会にお二人から一人ずつ浜田さん、高瀬さんの順で一言ご挨拶を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。勇退させていただきますが、頭の中は今週末からのウィンの会議でいっぱいでございます。一人で行きますんで全部やってきます。で、皆様にお願いがありまして、実は議員ウォッチの方々も3人行きます。でこの方が全国会議員にこの期間にアンケートを出すことになってます。必ず答えていただくように、特に候補者、必ず候補者でない方も必ず出していただいて、その集計結果が選挙期間中に出ます。特に核シェアリングみたいなことの論点については一部の政党と際立つ点があると思いますので、必ずお答えいただきたいと思っています。我が党の考え方は先週の公明新聞に載せさせていただきましたし、私のこの発言の原稿は一応日本語と英語両方作りまして、矢倉さんと平木さんに渡してありますので、それ見ていただきますと大体うちの党のスタンスが分かります。今回外務省はいけないんで自分で全部作る大変だったです。役所にいた頃は少し英語を使う仕事はしてましたが、15年前に外務大臣政務官を離れてからはほとんど英語を使ってませんので、相当錆びついてまして、なんとか頑張らないといけないと、老体を鞭打っているところでございます。この18年間の議員の集大成、またある意味では65年間の人生の集大成として、その人にお答えする戦いをしてまいりたいと思いますし、そして1週間滞在してこちらには25日に帰ってまいりますが、そこからすぐ皆様の応援に入らせていただきます。そして議員を追って何するんだと聞かれる方がおられるんですが、しばらくはリハビリをさせていただいてで、党の中でも中小企業活性化対策本部の事務局長や本部長を約10年以上させていただいた、経産省におりましたんで、中小企業や小規模事業者の方々の支援、特に福島の浜通りの方々の、結構このコロナの関係とかウクライナの関係で復興も苦戦されている方がおられますので、そういう方へのご支援少しでも役立つことを大臣さんの人生として考えていきたいと思っております。どうも皆様本当にお世話になりました。ありがとうございました。この後は花束を差し上げたいと思うから、ちょっと前へね、お二人出てきていただいて、で高瀬さん前でご挨拶いただけますか。浜田さん、どうも思いのこもった長い一言ありがとうございます。皆様大変にお世話になりました。先輩議員の皆様、同僚議員の皆様、秘書の皆様、党職員、そして公明新聞、もう本当に多くの方に支えていただいて、この6年間送らせていただきました。でこの6年間振り返りましたときに、私自身もライフイベントいろいろありまして、その時に党の皆様にさまざまご配慮いただきましたこと、本当に心から感謝をしております。でまたこの6年間の中でやっぱりコロナというのが大きくありまして、コロナになってからオンラインで全国のそれこそ本当に若い男性女性の皆様との意見交換の機会たくさんいただきました。でこの6年間で一番いただいた大きな声が、昨日総理に質問させていただきました保育士介護士の処遇改善をという声だったなと私自身思いましたので、もう最後は総理にそれをぶつけさせていただいて、総理は大変塩答弁ではあったんですけれども、私の思いとしてこれまで受け止めてきたものをしっかりとお届けをさせていただいたなというふうに思っております。もう本当に外務省にもともとおりましたけれども、外務省にいたらできなかった経験をたくさんさせていただいて、知識も本当に増やさせていただきましたので、これからはこれをご恩返しにしっかりと
使っていきたいというふうに思っております。で、私自身もこの後どうするのというふうに聞かれるんですけれども、実はまだ家も決まっておりませんでして、絶賛家探し中の状態ではあるんですけれども、しばらくもちろんこの後はとにかくは夏の大勝利を目指して、そしてその後は自分の人生これからどういう形でご恩返しができるのかをしっかりと考えてまいりたいと思います。どうかこれからもいろんな形でご指導いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。それでは私から花束をね、差し上げたいと思います。皆さんありがとうございました。じゃあ2人からバトンを私たちが受け継いだということで、これから参議院選挙に臨みます。全力で勝ち抜いて国民生活を断じて守り抜くと、そういう決意で参議院選挙勝利に向かって頑張りましょう。よろしくお願いいたします。以上です。石井幹事長より挨拶があります。皆様こんにちは。冒頭大変残念なことでありますが、党職員の不祥事について申し上げます。明日発売の週刊誌に党職員の不祥事が掲載をされます。本人のツイッターでわいせつ動画を大量に公開していたということでありまして、本人から13日の月曜日に週刊誌記者から取材を受け指摘されたとの申し出がありました。党本部として事実を確認した上で職務服務規定に明らかに抵触していること等事案の内容に鑑みまして、昨14日に懲戒解雇の処分を行いました。当該職員は昨年の衆議院の比例東京ブロックの公認候補として名簿を搭載しておりましたが、本日本人より離党届が出されました。総務省に届出を行うことによりまして比例名簿から削除をされます。公認候補の選定にあたりましては厳正に対処してきたところでありますが、こうした行為を十分把握しきれなかったことは大変遺憾であります。改めて候補選定にあたっては厳正を期すとともに、候補者としての自覚と責任ある行動を取るよう徹底を図り、党員支持者国民の皆様の信頼回復に努めてまいる所存であります。それでは改めて、この通常国会150日間本当に皆様ご苦労様で、ございました。政府提出法案がすべて、成立したのは26年ぶりのことで、あります。また重要な議員立法も成立をいたしましたし、また当初予算に加えまして我が党が強く主張した補正予算案も成立をしたということで大きな成果が上がったと思っております。これも自公の連携の下で安定した国会運営委員会運営を行ってきた成果であります。国対の皆様をはじめ衆参両院の議員の皆様に心から感謝を申し上げたいと存じます。来たる参議院選挙におきましては、物価高騰対策がやはり一つの焦点になると思いますが、先ほどの代表のお話にありました通り、
公明党の取り組みをですね、それぞれしっかりアピールをしていただきたいと思います。まあ、特に地方創生臨時交付金につきましては、まあ、代表からもいくつか具体的な例がありました。今党本部としてですね、47都道府県それから政令市都道府県都市についてはこの6月議会でどういう案を考えているのか上程しているのかその実態調査を行っておりますけれども、まあ、それぞれの議員の皆さんの地域においてもですね、どういうことで具体的にやっているのかしっかりと把握をしてですね、訴求力のある項目についてぜひアピールをしていただきたいとこのように思っております。また補正予算でコロナ対応のみならず物価対応の予備費を新たに作りました。もともとあった予備費もそういう形で蘇生をし直した。これは不足の事態に備えてですねしっかりと財源を確保するという趣旨でありましたが、今起きております円安等はまさに予測のできなかったような事態でありますので、政府においては今後の物価高騰にですねこの予備費も的確に活用して対応していただきたいというふうに思っているところであります。また文書通信交通滞在費でありますけれども、これにつきましては与野党6会派で衆参それぞれ1人ずつ合計12名の協議会を設置をいたしまして議論をしてまいりました。その結果目的名称を変えまして改めましてまた日割り支給にするという法改正を行いました。これは一歩前進ではありますけれども、残された課題であります使途の限定公開また残余の返納につきましては、残念ながら、この与野党の合意が得られずにですね、この国会では、この改革は成し遂げることができませんでした。公明党としましては引き続き、与野党の合意を目指し使途の限定公開残余の返納を実現をしていきたいとこのように考えてございます。なお本日日本維新の会からですね衆議院にこの文通費改めて調査研究交流滞在費についてのですね改革案の法案が提出をされましたけれども、その中身は使途の公開と残余の返還は受かっておりますが、使途の限定についてはそこには全く謳っていないということも指摘をしておきたいというふうに思います。またもう一つ当選無効となった場合の歳費返納、これにつきましては、与党内で調整をいたしまして参議院選議の法案とするというふうにいたしまして担当者を決め野党第一党に働きかけたところでありますが、残念ながら理解を得ることができませんでした。これにつきましても引き続き合意形成に努めて実現を図ってまいりたいと存じます。おそらくもう2時からの臨時閣議で参議院の日程が決定したと思いますけれども、6月22日公示、7月10日投開票、公示が1週間後でありますし、投開票日も25日後であります。もう本当に差し迫った時期でありますけれども、必ずや団結してですね参議院選挙勝利を果たしてまいりたいと存じます。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。西田参議院幹事長から挨拶があります。失礼しました、西田参議院会長から挨拶があります。皆様こんにちは。まずは参議院を代表いたしまして、滞りなく150日間の通常国会を無事終えることが本日できました。このことに対しましては特に衆議院の皆様中でも佐藤国対委員長皆様に大変にお世話になりまして、衆参連携をしてこのような結果を残すことができました。また参議院におきましてはとりわけ非改選の議員の皆様方にも多大なご協力お支えをいただいて今日を迎えることができ
たわけでございまして、改めて御礼を申し上げます。そして先ほどご挨拶をいただきました浜田正義さん、そして高瀬宏美さん、いずれも参議院におきましても大変なご活躍をいただいてご貢献をいただきました。浜田さんにおかれましては私も当選同期でございまして、長くご一緒させていただきましたが、今国会におきましては参議院の政策審議会の会長として、それぞれの議員の皆さんの予算委員会等での質疑を事細かく正確にチェックもいただいて、修正等もいただいたおかげで参議院公明党としていい質疑ができたというように本当に感謝申し上げたいと思います。また高瀬議員におかれましても、先ほど来お話があるように子ども家庭庁の代表質問をしていただき、さらには参議院公明党として特に重視をしている行政監視委員会の理事として小委員会を設けるなどして審議の促進に大変なお力を発揮をいただきました両氏に対しまして心から感謝を申し上げます。参議院といたしましては、昨日三党議長のもとに各会派代表懇談会が開催をされました。この通常国会で幹事長クラスを中心に進めてまいりました参議院の改革協議会の報告書を議長に既に提出をされ、そのことを各会派で了承したということでございます。議長からはこの報告書を土台にして次の新しい会派、新しい構成による参議院において選挙制度の改革、また参議院の在り方の改革について議論を前に進めていきたいと、このようなお話もございました。我が党といたしましては従前から訴えている通り、都道府県選挙区の地域代表的性格は認めるものの、しかし同時に投票価値の平等との調和をなければそれは成り立たないという立場でブロック制を推進をしてきているわけでございますけれども、全員いたしましても新しい会派構成の下で、いよいよこの次の国会からが正念場になる選挙制度をはじめとした参議院の改革になるというふうに腹を決めていかなければならないと思っております。そして本日の本会議では参議院のやはり特徴である決算委員会における令和2年度の決算についても前任をいたしました。こうした参議院ならではの戦いを皆様のご協力をいただいて成し遂げることができたわけでございます。いよいよ参議院選挙でございます。まさに一社千里で選挙区7人、そして比例区では800万7議席と、これに向けて衆議院の皆様には、そして参議院の非改正の皆様にも大変お世話になりますけれども、最後は必ず勝つという思いで皆で心一つに取り組んでまいります。大変にお世話になりました。ありがとうございました。竹内政調会長から挨拶があります。皆さんご苦労様です。私からは1点ですね、最初にお手元に資料を用意させていただきました。今回の参議院選挙で、物価高騰対策というのは問われると思うんですね。でこれまでさまざまなものをやっております。で忘れていただきたくないのがマイナンバーカードの利用でありましてですね、まずこの色づりの方を見ていただいたら分かりますようにですね、これは政府と総務省がですね、これから総力を挙げて取り組むこのスケジュールでございます。ですからこの6月からですね、9月までがですね、このまずテレビ CM やウェブ広告と各種媒体を用いた広報ですね、これやると、それからカード申請キャンペーンやりますと、それから7月から間もなくマイナポイント取得キャンペーンもやると、その下には QR コード付き申請書の再送付ということで、実はこれ6000万人のですね、カード未取得者の方々にダイレクトメールを送るということになってるんですよ。相当の力を入れてあるわけであります。自治体への個別の働きかけもやると。そしてその下に書いてますように、マイナポイント第2弾の効果を最大限にするためにはこの期間の申請促進が特に重要ということでですね、それでずっと下行きますと市町村、そしてポイント開始はですね、この健康保険証利用申し込み公金受取口座登録6月30日からなんですね。ということでですね、非常にこれから重要な機会になってきて、政府総務省が総力を挙げてこれだけのことをやるということをぜひ頭に置いてほしいわけであります。そういう意味で裏の方にもですね、その内容が個別具体的にですね書かれてあるわけでございましてですね、とにかくカードを取得すればですね、最大2万ポイントが取得できるわけでありますから、2万円相当の1人で、家族4人いれば8万円相当のポイントが取得できるわけでありますからね、ぜひこれは経済対策としてもですね、衆議院選挙の時に考え抜いた案でございますのでね、
これを利用しない手はないと思うんですね。まあいろいろおっしゃる方いらっしゃいます。面倒くさいとかですね、分かりにくいとかですね、いろいろおっしゃるかも分かりませんけども、とにかく生活がかかってるんだったらですね、とにかくやるしかないじゃないかなと私は確信をしているわけでありましてですね、まあこれが言いたかったわけであります。忘れなきように。そして本当に今日ですね、参院選重点政策、皆さんもう皆さんのご尽力で立派なものができました。本当にもうさまざまな課題につきましてですね、見事なこの処方箋が書いてあるわけでございますのでね、私はこれをしっかり語り抜けばですね、自信を持って語り抜ければ必ず勝利につながると確信をするものでございますので、どうかともともに頑張りましょう。よろしくお願いします。以上です。佐藤国対委員長から挨拶があります。150日間、充実した審議に臨んでいただきました、衆参国会議員の皆様に、まず、心から感謝を申し上げます。大変にありがとうございました。政府与党一体となりまして、また、自公と衆参の緊密な連携のもとに、最後まで緊張感を持ってこの国会運営に当たらせていただきました。特に私が一番気を配りましたのは参議院の皆さんとの連携でございました。山口代表はもちろんでございますが、常に西田参議院会長、また谷合幹事長、そして毎日山本国対委員長と連携を取らせていただきながら、衆議院は通したけれども通過させたけれども、やはりこの今回はもう参議院選挙直前で会期延長できません。参議院が本当にどういう審議要求になっているのかということが一番の重要なポイントである、そういう意識で臨ませていただいたところでございます。具体的にこの国会、まず前半国会では令和4年度予算案につきまして皆様方のご協力をいただきまして、衆議院では過去2番目の早さで通過をさせていただき、そして参議院では過去4番目の早さで成立をさせていただいたところでございます。そして後半国会は公明党が強く主張いたしました補正予算の成立も成し遂げましたし、そして法案成立につきましても提出法案61本プラス条約7本の計68件すべて 100% 成立をさせていただいたところでございます。その中にはもう冒頭山口代表が言われましたので割愛避けますけれども、大変重要法案でございます。経済安全保障推進法、また、子ども家庭庁設置法をはじめとした、子ども基本をはじめといたします、議員立法も含めてですね、成立をさせていただいたところでございます。この61本中61本という 100% の、法案成立というのは、先ほどありましたように第一次橋本内閣の1996年以来26年ぶりでございます。戦後のこの政治の中でも数えてもですね、3回目 100% という、こういう、もう非常に異例の成立率でございました。特にその中で議員立法も州法15件、三法2件、計17件成立をさせていただくことができました。公明党が強く主張して成立をした困難女性支援法、あるいは最後の AV 出演被害防止法、さらには坂口大臣以来力を入れてまいりました労働者協同組合法等もその議員立法の中には含まれているわけでございます。その中で特に特筆すべきことをあえて申し上げますとですね、昨年に比べまして非常に多くの審議回数を行っていただいた委員会をあえて紹介をさせていただきますと、それはですね、衆議院の憲法審査会でございまして、参議院の方は今国会6回だったんですが、衆議院はなんと憲法審査会、北川副代表を中心にですね16回
委員会を開催していただきました。昨年が記録に残っていると4回ということでございましたので、なんと4倍委員会を憲法審査会を行っていただきました。また議員運営委員会、昨年と比べまして減ったんですけれども、例えば昨年は議員運営委員会コロナ関連で16回行いました。しかし今回は3月17日までの週3ともに8回ずつというところで終わったわけですが、これは逆に言うとですね、この岸田政権の下でこのワクチンの接種をはじめとしたコロナ対策が非常に功を奏してですね、議員運営委員会で逆にそういう委員会の回数を経なくてもよかったと、そういう結果として現れているわけでございます。この国会、そのように非常に記録ずくめの国会となったわけでございますが、先ほど石井幹事長からございましたように、残された課題も我が党としては大きく2つあると思っております。それはいわゆる文通費の改革でございまして、もう重なりは話しませんけれども、この国会でまだまだ改革としては不十分でございまして、やはり我々、公明党といたしましては、どこまでも庶民目線、国民目線でですね、国民の皆さんに納得していただける、そういう文通費改革を行っていくためには、使途の制限、使途の公開、そして未使用分の返納、こういう国民の皆さんに納得していただける、そういう仕組みをしっかりと作り上げるまで、公明党としては、来国会以降もですね、しっかりと各党協議をリードして、この改革を進めてまいりたいと思いますし、もう一つは、参議院の西田参議院会長を中心に取り組んでいただいております当選無効国会議員の歳費返納法案についてもですね、これは、連立の政権合意でしっかりと明記されていることでございますので、この改革についても次期国会以降ですね、しっかりと公明党が改革の旗を振って取り組んでまいりたいと、そのように決意をしているところでございます。参議院でこの安定多数を確保することがですね、安定政権の基盤を盤石にするとともに、国会運営においてもですね、この安定した国会運営につながっていくことは間違いございません。間違ってもねじれというような、そんな状態をですね、この参議院選挙で作ってはならないわけでございまして、今日よりはですね、私ども衆議院も含めまして参議院の解消を向けて一社千里に走ってまいる所存でございますので、どうかよろしくお願いいたします。この国会本当にご協力ありがとうございました。それでは来たるべき参院選に挑戦いたします候補者を紹介したいと思います。山口代表よろしくお願いします。それではただいまから選挙区比例区の順で候補者を順次ご紹介しますので、呼ばれた方はその場の席でお立ちいただいて、はいと力強くご返事をしていただいて、座って速やかに座っていただきたいと思います。順次ご紹介いたします。まず選挙区からご紹介いたします。兵庫選挙区伊藤孝恵。はい。神奈川選挙区三浦信弘。はい。福岡選挙区秋野幸三。はい。愛知選挙区里見隆二。はい。埼玉選挙区西田誠。はい。大阪選挙区石川博隆。はい。東京選挙区竹谷俊子。はい。続いて比例区をご紹介します。横山新一。はい。竹内真嗣。はい。上田勇。今日は来ておりません。熊野誠司。はい。谷合正明。はい。
保田哲也、今日は来ておりません。宮崎勝、はい、以上であります。それでは候補者を代表して兵庫選挙区伊藤孝恵さんに決意を述べていただきます。どうぞ。この度の参院選兵庫選挙区に対し、国会議員の皆様、また各事務所の秘書スタッフの皆様には、ご地元での戦いがあるにもかかわらず、そしてまたご自身が候補であるにもかかわらず、全力を挙げてご支援を賜っておりますこと、まず改めて御礼を申し上げます。皆様本当にありがとうございます。どれだけ厳しい情勢であろうが、全国の皆様の思いの込められた一票の積み重ねで国会に送り出していただきました。この度の戦いも断じて負けるわけにはまいりません。選挙区6名の皆様とともに、そしてまた比例区7名の皆様とともに、全国完全勝利を必ずや勝ち取ってまいります。兵庫選挙区がその突破口となるべく、私自身全身全霊で選挙の戦いをしてまいります。皆様には大変にお世話になりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。本日は大変にありがとうございます。それでは参院選の大勝に向けて勝ち時をやりたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは選挙区の候補者の方だけ前へ出てきてください。この度の参議院選挙は、大衆とともに都の立党精神が示されて60年の節目に行われる戦いであります。公明党は日本を前へというスローガンを掲げて前進を図ります。前へ進むからには向かい風が吹くこともあります。しかしそれを断じて突破して勝利をしていこうではありませんか。国民の皆さんを断じて守る、その気迫を込めて勝ち時をあげたいと思います。勝ち時よーい、公明党は勝つぞ、勝つぞ、勝つぞ、えいえいおーそれ、えいえいおー、えいえいおー、えいえいおー、ありがとうございました。それでは両院議員総会を終了いたします。大変お疲れ様でございました。ありがとうございました。